皆さんこんにちは。滋賀県知事の三日月泰造です。7月1日に発行されます滋賀プラスワン、みんなでプラスワンという私のコラムを動画で、お伝えをするコーナーです。ご覧をいただいてありがとうございます。今のタイトルは共に生きるみんなで作る健康滋賀となっております。そして今回のテーマは水のつながりで命輝くとさせていただきました。改めて初中お見舞い申し上げます。だんだん暑くなってきました。皆さんいかがお過ごしですか。夏バテを防止しながら栄養と休養十分にとってお過ごしいただきたいと思います。また熱中症対策気をつけて行ってくださいね。エアコンを適時適切に使っていただいて、熱中症にならないように気をつけてまいりましょう。あ、今県庁で、子どもたちの見学が来てくれました。声が聞こえるかもしれません。さて夏といえば水の季節です。農業などで、水の恵みをいただく、またプールなどで水を浴びる、そういう機会も増えると思います。水の事故に気をつけながら水の防災に気を配る時期でもありますので、どうか皆さんご留意いただきたいと思います。今世界では湖や沼に称えられる水、淡水の価値を再評価して、その保全のために知恵や技術を結集しようという、そういう動きがあります。第10回世界水フォーラムでは水環境に関する最新の知見や各国の取り組みなどが紹介されました。と同時に世界湖沼デーを制定しようという提案がなされ、インドネシアで開催されたんですけれども、私も参加し、ぜひ世界湖沼デーは定めるべきだという賛同と、そして一緒に頑張りましょうという決意のメッセージを発信させていただいたところです。日本最大の湖琵琶湖、マザーレイク琵琶湖をお預かりしている滋賀県の知事として、この世界湖沼デーの制定に関わり、これから具体的な取り組みを連帯する自治体や関係者の皆さんと力を合わせて行っていきたいと思います。高度成長期に汚してしまった琵琶湖の水質を石鹸運動などで回復してきた経験があります。また企業事業所の皆様方は非常に厳しい基準を乗り越えながら、水質を守りながら生産活動を行っていただいているという実績もあります。環境学習船海の子ですとか、マザーレイクゴールズ MLGs の活動などを紹介しながらですね、こちらには多くの皆さんの関心もいただきましたので、私たちはさらに磨きをかけていきたいと考えているところです。この琵琶湖は気候変動や生態系など地球環境を変えてみる、学ぶ窓であると同時に、私たちの生き方や暮らし方、食べ方などを映し出す鏡でもあるのではないでしょうか。この夏、この琵琶湖や水とのつながりを改めて感じ考えながら、その価値を再評価し感謝し、その保全継承のためにできることから行動を起こす、そういう期間にしていただければと思います。皆さん一緒に頑張りましょう。どうかこの夏お健やかにお過ごしください。ありがとうございます。